久しぶりだな、若林。カール・ハインツ・シュナイダー。今日はクラブの選手として来た。代表合宿で高めた。なるほど。そうだ。いいぜ。カール・ハインツ・シュナイダー。一方若林、事実しょ、その若林からもシュナイダーは 50% の確率でシュートを決める。行くぞ、わっこい。また一段成長したな。俺の目標は世界一。今度の世界大会、若林。開幕が近づくジュニアユースワールドチャレンジ、その大会参加チームが続々と会場入りしています。中でも優勝候補の一角、ドイツジュニアユースチームには多くの取材陣が詰めかけています。ドイツチームの注目選手は、今大会でも得点王候補筆頭に挙げられるドイツの若き皇帝と呼ばれるカール・ハインツ・シュナイダー君。ヨーロッパナンバーワンフォワードです。おっと、オランダジュニアユースチームも到着した模様です。キャプテンはブライアン・クライフォート君。彼のプレーもまた今大会の見どころの一つです。さらにもう一チーム、イタリアジュニアユースチーム。イタリアのキャプテン、ジノ・ヘルナンデス君はヨーロッパナンバーワンの呼び声高いゴールキーパー。今大会彼からゴールを奪える選手は果たして現れるのでしょうか。シュナイダー君、ペナルティーエリアの外からロングシュート。あまりに鋭い。今のシュート、俺は自分を鍛えるため、今のシュートは大概認めたくはないが。シュナイダー君、またもペナルティーエリア外からのロングシュート。今度こそ絶対に。あっと、若島津君、ここで前半。シュナイダー君、なんシェスター、慣れないボランチで任されたポジションだ。どんな役。それにしてもドイツ中のさ。ねえ、わしのじいさんも言ってた。弱点といえば、おいおい、でかい。ところでシュナイダー、さっきのファイアショットだけどよ、気づいたか。そりゃそうよ。ハンブルクでヨーロッパナンバーワンは取れたが、世界を取るためにはファイアショット。皆さん、おう、シュナイダーさん。あ、まあ俺がシュートしてもよかったの、ほんのちょっとだけ。シュナイダーさんのプレー。父さん。シュナイダーさんのお父さんだから、スペースへの出方。確かに、やっぱりだから、シュナイダーさんのお父さんのプレー、そういうの。その観察眼は。そういえば、確か前に俺ちょっとな。まあなんだ、交代するのか。これでも俺まだ足が治りきってな。監督も、じゃあ、あ、調子の。あれがカール・ハインツ・シュナイダーか。ディアス。わ、パスカル、どうだったドイツは。ま、見るべきプレイをするやつは何人かいたかな。でも俺たちほどじゃないさ。となると、やっぱり俺たちのライバルはブラジルだろうな。何せ噂のあいつがいるって話だし。ま、それでも優勝は俺たちアルゼンチンさ。そんな高いところに登って落ちたら危ないですよ。大丈夫だって。どんな、よっと、あ、いや、
あれ、お前も今度の大会に出る選手？は、はい。じゃあ試合で会った時は楽しもうぜ。じゃあな。いいな、僕にもあんなことができたらな。3年ぶりの美咲くんとのプレー、久々のこの緊張感。行くよ美咲くん。ここまでは。翼くん、これはダメ。好きのドリブルだ。敵陣へ攻め込みます。行くぞ翼くん。ヒット、ダイブシュート。これはキーパー動けない。俺に任せな。俺としたことがこんな。ビクトリーノ、ウルグアイの。あくまで今日はプレマ。ああ。おい、なんだい。お前の。うん、そうか。今日は俺の憧れの。じゃあ、宿舎入りは俺たちが最後だったよ。それだけの準備を俺たちは重ねてきたということだ。フランスで行われるはずだった国際ジュニアユース大会、それを奪われた屈辱を晴らすためにな。おう！ああ、その通りだ。俺様に任せとけ。目標は全試合ハットトリックだ。守備は俺が引き受けた。一点もやりはしない。俺たちの目標はただの優勝じゃない、全勝しての完璧な優勝だ。さあ、ついにこの日を迎えました。世界一を決める、あ、世界に衝撃が走った、その衝撃の中でお聞きください。スポーツ大国アメリカの。そしてまずはじめはキャプテンのファンディアス君はアルゼ、この、そしてフランス大会はもちろん実力者とブラジルの伝統の背番。続いて母国で開かれるはずだったと、その悔しさを晴らすため、そのフランスを率いるの彼の得、そしてドイツを率いるのはドイ、その他にも日本をプレマツ、そして今日今大会屈指パーフェクトキーパーと、そしてイタリアサッカーの攻撃を担う。イタリア、ヨシーコ君、世界が相手でも俺たちは勝つ。みんな、こちらのペースに引き込むんだ。そんなの知ったことか。俺は俺のやりたいようにやる。アルベリ君、ここからチャンスを作れるか。サラバレロ君、激しいタックル。ボールを抑えたヘルナン、それなんと、これはさ、君のと、やっぱり命、俺のドライブシュート。うわ、翼くんシュートだ。何、あ、これが、これドライブシュート、いいシュートだ。前までの俺だったら片手ではキャッチで、だがフランス国際1年前に俺から最後の。さすがだ。だがこのパスは通らない。マサオ君、ここはパスに切り替えた。止められない。シュートまで持ち込めるか。豪快にシュート、ドライブシュートが今飛び立った。おっと、ヒューガ君、お、見ていてください、送ってもらったあのぶっこい、ど、ヨーロッパナンバーワン、くらえ。これがレオタイガーショットだ。ヒューガ君のシュート、やった。ヒューガ君、翼、見つかったぜ。ん、
俺は今まで特にこの3年間はでもこれで俺ヒューガ君俺はサッカーにおけるストライカーナンバー9番を背にプレマッチで見た日本とヘビナ俺たちは挑戦者だ相手がどこでも恐れず行くぞさあ来い日本俺たちオランダが蹴散らしてやるぜタックルがさパスを回すチャンスが来ましたサルト君巧みにひょいとかわした行くぞセラタ君ダイブシュートだこのボールに勝つゴール隅に決まった俺たちの闘志を見たかすごい1、2、よそうああみおあ3連勝を目指して行くぞみんなうん今日も勝つよ負けっぱなしで帰れるかよ行くぜ3ゴール抜かせません松山どうだフェイントだ止められない後半もすでに30分が経過ここから人生のようだケルで吹き飛ばす一旦のシュートでゴールを狙うどこだこれは反応するのキーパー反応するも決まった最初の頃に比べればうんでもよし休学この全力どうしたこれだならありがとうヘイお前のロベルト本郷仕込みの南米スタイルの技との対うちのバルバスああこの俺どうしたのロベルトがえロベルトがこのスタンドのどこか試合中に考え事は良くないぜボールはもらうぜチーム全日本ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りにした立ち塞がるのを全て吹き飛ばすぞガルフクこのシュートが反応している長距離ホームこれを決めなきゃストライカーだ世界で戦うのは近くけれどみん行くぞアルゼンチンボールに立ち伏せるかさあここからが本番だバッテンバッチューからのアウトさらにアクロバティックなシュートボールに飛びつくこれがネットに突き刺さるロングシュートを世界一の称号なんゴールディアス今のシュート俺が全国大会決勝で使ったシュートと発想は同じだけどあの時の俺はバウンドしたボールがディアスの今のシュート空いたコースに跳ねるようにスピードオーバーヘッドでボールのスピードと回転数そう、ミサキ日本来いピエールミサキ君は俺がフォローするこれは南米式のドリブルだ君は僕が止める負けるもんかこのパスは通らないマサオここは抜かせませんよっしゃデルカキャノンズ全力だ全ての力をボールに乗せアルシュート決めます若林君このシュートを正面から受け止めるナポレオ君ガラクルが炸裂レオタイガーヘッドこの葉のように舞うこのボールに飛び抜けキーパー反応するも翼君さあ始まります第1回超満員の場内はさらにみ立ち下がるぞ全て吹き飛ばすぞアルベルト君これをブロックに行くブロックを壁破りアキラ行くぞすまさ今のおう翼くん、このシュートはネオドライブシュートのネオタイガーシュートこれが最後の力だゴールデンスイーツアルベルト君、
ックに行く。サルガド君、それボールの狙いも届かない。ショートの西を追いかけ、ドライブシュートか。ネオドライブシュートだ。すさまじいシュートだ。これはキーパー動けない。翼君、俺は世界一だ。次は、次は、そうだな、